じゃあ私が全部決めていいって言って飛行機とかも全部取っちゃいます。いやそんなんだから都合よくなってくるじゃないですか。そうなの。あなたでなんか俺 JAL だからお前アナで行けみたいな。最悪じゃん。やばー。最悪。佐野さん行けますそれ。いやそれはさすがにだよね。そりゃそうよ。だって現地中国現地解散じゃんそれ。えそれが普通だと思ってた。いやちょっとこうなんか今までいろんなところできつかったってごめんね。現地集合。現地向こうの空港で会うわけでしょ。うん、しかもだからどっちかは先行って待ってるわけでしょ。はい。え？スパイみたいな。時間かけてね。